お元気ですか？谷村新司です。スマホや携帯が普通になった今日この頃。問題は、それを家に忘れた時、あるいはなくした時のパニック状態。どこへも連絡できない、そんな時の困惑。あなたはもう経験しているかななんてちょっと思ったりもしております。さあ、今日も明るく元気にラジテレあなたと一緒に確実にお届けしてまいりましょう。さて、今回のテーマは魚を食べようです。もうこう魚を食べようって言われた瞬間に、若手男子はそうねっていう感じかもわかりませんね。一週間の中で食卓にお魚が出るのは何度ぐらいありますか？一説によると、欧米人の体っていうのはお肉ですね。肉類と小麦で作られていて、日本人の体はお米とお魚で作られている。だから、それに適応した体の形に長年かけてなっていく。だから日本人の方が腸の長さが欧米人に比べてはるかに長いっていう、その理由もこんなところにあるのかもわかりませんね。自分の青春期をこう振り返ってみると、魚ってあんまり食べた記憶っていうのがないんですよね。これって反省しなくちゃいけないなと思ってるんですけど、時々その学生時代とか魚を食べてたっていうのは、家で、お袋さんが作ってくれた魚が、時々出てくるんで、まあしょうがなく食べていたっていう、その辺が本音かなと思ったりもしておりますが、でもね、不思議なことに、体が大人になっていきますと魚が美味しいと感じるようになってきているんですよね。今では週のうち我が家では半分はお魚、そして半分はお肉。そのお肉も牛だったり豚だったり鳥だったり、種類を変えてバランスを考えて今食事をしております。もちろん野菜もたっぷりいつも摂る。それを心がけております。